今回は運命が好転し人生がうまくいくの第339回でリクエストにお答えして栗田神社を取り上げます。それでは本題に入る前に、このチャンネルでは皆さんの人生を明るく楽しくする動画を送りますので、チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。それで栗田神社ですが、この神社は秋田県秋田市新屋栗田町というところにあります。ここは住宅地の小さな神社ですが、神様がスッとしていてかなりの力の持ち主です。神社の大きさで判断してはいけないという恒例ですね。かなり難しい願いも叶いますが、そういう場合は願う側の真剣さも要求されます。ご祭神は栗田貞之丞幸重牛の御事様です。この方は栗田式植林法を発明し、秋田藩の海岸砂防林を作った秋田の偉人です。この方が植えた防砂林は植林が続けられ、風の松原と呼ばれています。ご利益は難事を成し遂げる、アイデアが湧き出る、自信に満ち溢れる、生き生きと生きるとなっています。それではまず最初に栗田神社のご利益のエネルギーです。終わりました。次は御祭神のご利益のエネルギーです。
終わりました。次は近くにある栗田稲荷神社のご利益のエネルギーです。終わりました。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。